小倉唯と一緒、優勝。皆さんご機嫌いかがですか？小倉唯です。小倉唯と一緒、優勝。この番組は声優アーティストとして活動している私小倉唯と一緒にアットホームな雰囲気を楽しむトークバラエティです。さあ、というわけで、これが配信される数時間後にはいよいよね、私小倉唯10周年を記念したライブアッセンブル、ライブ当日ということで、もしかしたらね、例えば地方からこのライブにね来てくださって、皆さんは今こう現地に向かっている途中だったりとかね、そしてもうこの収録時点で言うと、もうリハはだいたいこうもう進んでいて、衣装をね最後着て、本番同様になんか投資をするゲネプロっていうリハーサルがあるんですけど、その直前っていう今感じなので、私もまだちょっと実感はないものの、近づいてきてるんだっていう、こう結構ドキドキ感がねあるような状態です。はい、まあ今ねちょうど皆さんお休み前で、明日早起きする方もいるかもしれないですし、まあ私も実際ねライブの日ってすごいね早朝からの稼働になるので、もしかしたらもう寝てるかもしれないけどはい、しっかりね体力つけて万全な状態でね本番を迎えられることを祈りますけれども、まあでも一番はやっぱりこうもちろんこう素敵なライブにねしたいっていう、こうプレッシャーとか思いもあるんですけど、でもやっぱみんなさんとこう会える時間、なんかこう一緒に楽しむそういう場所っていうのがねこうあるっていうのが、まあ、一番なんだろう嬉しいこと、ありがたいことだなとも思うので、まあそうですね、もう何があっても何があってもはい、まあその場のね時間とか空間をね楽しむってことをねこう一番大事にですね、当日は、ライブ迎えられたらいいなって思ってます。なんかやっぱり10周年っていうのもあって、皆さんのこう期待楽しみの声がすごい大きいなっていうのも私も感じていて、だからでもとはいえほら私も2年ぶりの約ねライブだったりするし、声を出して応援できる環境っていうのは本当にもう何年ぶりみたいな状態だから、ちょっと私もみんなも若干こうリハビリねっぽいなんか空気もありつつの、でも10周年みたいな、なんかそんなねなんて言うんですかね、今までにない感じの空気感かなとも思うので、そういう意味でもどんなライブになるのかちょっとドキドキはしてるんですけども、はい、でもまあ私はこれまで通りねこう特に無理もしすぎずでも自分の 120% のね力を出したパフォーマンスを皆さんにお届けできれば、まあそれが一番かなと思ってますので、みんなもね体に気をつけてはい、健康や安全に気をつけて当日の会場ね向かって楽しい思い出をね一緒に作っていただければ嬉しいなというふうに思います。そんでもって今回のライブは10周年の本当最終日のこう締めくくりとしてね開催されるので、もうライブが終わった次の日からは11年目を迎えるということで、すごくそういった意味でもメモリアルなね日にライブをできるなというふうに思ってます。はい、なのでもしかしたら来られない方もねいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ皆さんのその応援の気持ちがね私のパワーになりますので、はい、たくさんこうメッセージというかね気持ちを届けていただけたら嬉しいです。それでは始めていきましょう。せーの、よいしょ。小倉唯と一緒、よいしょ。改めまして小倉唯です。今日はですねちょっと普通歌たくさんね届いてるので、いろいろ紹介していきたいと思います。まずはこちらマッサンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんよいしょよいしょ。先日宣材写真が更新されましたね。とても可愛くて可愛くて、新しい宣材写真の注目ポイント教えていただけたらと思います。また先日プロセカアフタートークを見ていて思ったのですが、私が気になったのはやっぱりキラキラしたネイルです。ライブも近づいてきますが、ネイルはまた変化が起こる予定ですか？
それではライブアッセンブル楽しみにしていますといただいております。ありがとうございます。はい、宣材写真のね、お話先週もねいただいたかなと思うんですけども、あのソマキアさんの時に撮っていただいた写真をですね、あの使わせていただくことになりまして、すごいあのなんか自分で言うのもあれですけど評判も良くて嬉しい限りでございます。私もすごくお気に入りの写真なのでね、はい、あのすごく超えていただけると嬉しいなって思います。はい、早速ですけど、私が今回競艇場の、あの地元のね群馬県の競艇場のこう販売機のねお声をね、あの取らせていただいて、今もうすでに実装されてるんですけど、その宣伝とかでも早速あの新しい宣材写真がねこう使われていて嬉しかったですね。なんかこうなんて言うんだろう、初めて公式というかそういう知らせで載るのがまたこう地元のねこうそういうニュースっていうのも嬉しくて、はい、ぜひそちらもねあのこれを機にというか皆さん遊びに行っていただけたら嬉しいなと思うんですけども、そしてネイル、そうネイルもねちょうどまだこれを撮ってる時はそのゲネプロの前なんですけど、本番のね本当にちょっと前、すぐ前日か前々日くらいにネイルを多分変える予定今のところですね。だから今まさに本番に向けてはどういうネイルにしようって頭を抱えておりますなんか毎回次のネイルデザインを決めるのが私のこう一つの趣味なので、あの寝る前にねインスタとか見て、あこのネイルも可愛いみたいな、あでもこっちも可愛いみたいな感じで毎晩悩んで寝てますすごいどうしよう。そうでもね今回今してるネイルがねすごいキラキラでめちゃくちゃ可愛いのよ。で正直これがね気に入りすぎてるから、なんかそのやっぱライブってでもさもっとやっぱキラキラにしたいじゃない？でも正直もう今のでもいいぐらい結構気に入っちゃってるから、そこもまたね勝手に自分がプレッシャーみたいなもうどうしよう、これ以上可愛いネイルにできるかなみたいないやそう、まあでもね、まあどんなネイルでも可愛いですよねすごいだ勝手にドキドキしてる。そうネイルでももちろん本番でドキドキすることもたくさんあるんだけどねえどうしよう、また頭抱えちゃうなこれ。あー今日からまた悩みますよ私、数日間どんなネイルにするかね。なんでちょっと本番ではね無事可愛いキラキラネイルになってることを願ってねいただければと思います。でも本当なんか私がいつもさネイルのことぐらいしか話さないからさ、みんながすごいねネイルのことをね褒めてくれて嬉しいですよはい、じゃあ続いて、こちらゆいしょみんネームバロリスタさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいさん、ゆいしょ、ゆいしょ。先日行われたアニメ幼女社長 R のイベント、緊急株主総会参加しました。その中で自分を一言で表してもらうとしたら何と言われたら嬉しいかという答えを、ゆいちゃんの答えを当てるというゲームがあり、ゆいさんはファンの人たちが何て言うのか知りたいなぁとつぶやいていましたね。私の意見では1かっこいい、2落ち着く、3面白いです。1のかっこいいはこれまでいろんな試練に負けず、小倉優衣であること貫いてきたこと、そのひたむきな生き方がとてもかっこいいと思うから。2落ち着くはゆいさんの素の声や話し方、話す内容、そして仕草や動きなどすべて癒しになるからです。3面白いは意外に天然系、不思議ちゃんの一面があってそれが時々表に出てくる時が面白いからです。結局ゆいさんの魅力は人間性という点に集約されていますね、とすごく素敵なメールっていうか面白い分析をいただいたメールいただきました。ありがとうございます。これ私が自分が言われたら嬉しい順位をみんなに当ててもらうっていうね、そのキャストをみんなにね当ててもらうっていうコーナーで、私なんて答えたかな、確か1と2がかっこいい、かわいい、まあ、どっちの順番でも OK みたいな感じで、3が何だったっけな、3ちょっとなんか忘れちゃったけど、なんかうん、なんかどんなんだったっけな、そう、うん、うんうんって感じの内容だった気がするで、それと比較すると、まあ、1のかっこいいは私も嬉しい。でもなんかこれ別にどれでも嬉しいよね。なんかこれ。こうよくよく見ると。
落ち着くか。落ち着くんだ。嬉しいです。落ち着く。そうね。なんか騒がしいって言われるよりは嬉しいよね。落ち着けるっていうのは。3の面白い。これね、たまに言われる。うん。なんだろう。なんなんですかね。なんか、そっか、不思議ちゃんって言われるとなんかちょっとわかんないけど、なんか、いい意味なのかな？不思議ちゃん。人間性が面白いからです。まあ、でも確かに、私は結構、そうですね。なんか、そんなに全力でふざけるとかはないんですけど、確かにな、なんだかわかんないけど、たまに人のツボになんか、あ、なんていうの、私が言ったことが結構皆さんちょっとじんわりツボに入ってもらっていただけるみたいな時がたまにあって、そういうとこちょっとわかんないけど、まあでも何にせよね、その人間性に魅力を感じていただけるっていうのは嬉しい限りですよ。はい、大事ですよね。こう人としてなんていうか、そう、注目してもらえるというかね。うん、だからこれからもそういう気になるね存在でいられるように頑張りたいと思います。頑張る。うん、まあいいのか、ありのままで。じゃあこれからも生かしていただきます。はい、ありがとうございます。ぜひすごい嬉しかったので、こういうメールぜひ私のね、私が知らないこう自分の魅力、私オグレイの魅力あったら、またメールにでも送ってみてください。では続いて、こちら、優勝民ネームリーベさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃん、こんにちは、こんにちは。7月17日、大宮でのワンマンライブ控えてますね。久しぶりのライブということもあり、体力をつけるために最近野球観戦に行ってきました。久しぶりの野球観戦は、応援も一体感があり、体力消耗しましたが、とても楽しかったです。中でも選手がプロデュースしたオリジナルのフードがとても美味しく、ゆいちゃんのライブでもプロデュースメニューがあったらいいなと思いました。そこで質問ですが、ゆいちゃん自身がライブのフードメニュープロデュースするとしたら、どんなもの出してみたいですか？といただいております。ありがとうございます。いいですね。私実はスポーツ観戦って、お仕事以外でこれまで全く行ったことなくて、そうだから全然いわゆるさ、わーみたいな、あるじゃないですか、おーみたいな、テレビとかね、観戦してると見る。ああいうのを、なんか、自分が、ちゃんとね、体感したことなくて、そう、でも、すごいやっぱ、皆さんのあの時の迫力とかパワーっていうか、すごい楽しそうだなって思うから、いつかなんか機会があれば、こう、自分プライベートとかで行ってみたいなと思ったりもしますね。そう、でも全然私詳しくないので、なんか、ついていけるかわかんない。なんか、ここで喜ぶんだみたいなとことかがわかるかちょっと不安なんですけども。ねえ、でもいいですよね。やっぱこう、一体感。そっか、だからちょっとそういう意味でもライブと似たものがあるのかな？ねえ、こうみんなで盛り上がるみたいなところで言うと。ね、ちょっといいですね。まあ、ライブのためにって言ってるけど、それ本当にそうなのかちょっとわかんないけど、まあでも何にせよね、楽しんでいただけて、体力もやっぱ使うんですね。うんうん。で、プロデュース、選手がプロデュースしたフード、へえ、そういうのがあるのも私全然知らなくて、そうなんだ、なんか野球とかでそういうのがあるんですね。なんか確かにビールとかをこう売ってたりするっていうのは知ってるんですけど、野球球場とかで。でもそれで言うとライブってあんまりね、ライブハウスとかだとなんかドリンクとか出たりするとこもね、あるかもですけど、やっぱ私だと結構ホールとかも多いから、なんかあんまりそうフードとかのイメージがライブだとなかったけど、ね。でも私いつか、なんかそれこそ、まあ、コラボカフェ前やったか、そういうのもいいし、なんか、ディナーショーとか、そういうのもいつかやりたくて、そうなったら、ね、私の、なんかちょっと、テイストというか、なんか、こういう、なんだろう、プロデュースメニューみたいなのは、出してみたいなとは思いますね。でもどういうの出すかな、場面によるよね。なんか、例えば、そう、カフェとか、そういうのだったら、まあ、自分が、
納得できるコーヒーの豆選びとかわかんないとか風味とかはこだわりたいし、まあコースとかコースメニューとかだったらやっぱ出てくるね、なんだろう、こう内容順番とかさ、コースとかだとね、やっぱこうセンスが問われますから、そういうところはちょっと私も監修してやってみたいですね。うん、いいですね。ちょっとそういう夢が膨らみました。はい。ありがとうございます。では続いてこちら、ゆいしょミニネーム、しゅんすけさんよりいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、ゆいしょ、ゆいしょ。小倉ゆいメモリアルライブ2023テンサニバーサリーアッセンブルのライブグッズ届きましたよ。素敵なデザインと日常使いができるグッズ。さらにはテンサニバーサリーのロゴも入っていて、ゆいちゃんと一緒に歩んできた幸せな10周年グッズとして形に残ることができて嬉しいです。今回パンフレットもすごく最高でした。ビューティーなプリンセスの衣装に心を引き寄せられ、キュートな笑顔とピンクの衣装に癒しを感じ、アッセンブルとゆいのロゴが入ったクールな衣装かっこよくて、ナチュラルなゆいちゃんの生活が垣間見られる、朝食シーンなど、どれも最高の写真でした。ゆいちゃんはパンフレットの衣装で、どの衣装やシチュエーションがお気に入りでしたかといただいております。ありがとうございます。はい、グッズね、届いたっていうメールだったり、コメントをたくさんいただいてまして、すごい今回のパンフレットがめちゃくちゃ好評、あとポスターとかか、とにかく写真物がめちゃくちゃ好評だったというふうに聞いておりまして、ありがとうございます。私も今回グッズを、まあ、全体的に監修させていただいてるんですけど、ほんと世界観とかも含めて自分でもすごくお気に入りのこうグッズアイテムの並びになったなと思っていたので、事前にね今回皆さん一足先にこう届いて、なんかまたそれがライブへのモチベーションにもねきっとつながっているのかなと思うんですけど、すごく嬉しかったです。はい、ね、パンフレット本当にね写真めちゃくちゃ盛りだくさんで、これは確かに絶対こう手に入れておいた方がいいアイテムだなって私も感じたんですけども、どこもどれもね結構お気に入りなんだけど、でもやっぱり自分が一番なんかテンション上がったのは、まあ、あれですかね。メインビジュアルにもなってるビューティーかなの、こう、なんだろう、色はなんて言うんだろう、クリーム色と、ちょっと柔らかいイエローの、こう、シフォンみたいな素材をまとった、ちょっとプリンセスっぽい雰囲気のある、衣装とかお写真がすごく気に入っていて、髪型も、いつもよりも前髪とかもふわふわに、こう仕上げていただいたりしてるんですよ。で、髪もふわふわで、で、メイクもお顔周りに、こうスパンコールとか、グリッターとかをつけてキラキラにしていただいて、なんかすごいテンション上がりました。そう。だから、ぜひ、その写真もたくさん掲載されていますので、まだね、ゲットしてないよって方、ちょっと当日のね、今回グッズ販売もありまして、あ、で、当日のグッズラインナップがね、もうすでに発表されてるんですけど、当日でまた増えたアイテムとかも、あってですね、それこそ10周年の記念のね、カワソくんとかもいますし、ガチャガチャとかもね、ありますので、ぜひ、そちらもね、チェックしていただけたらと思います。でもなんか皆さんから意外に好評だったのが、ナチュラルな、部屋着っぽい感じで、こう、くつろいでる朝をイメージしたシーンが、やっぱすごいね、反響あったなーって思いました。なんかそれこそ、その衣装で、TikTok とか撮ったやつとかもなんかすごいバズって、って思って。なんか、っていうか、まあ嬉しいなんですけど、みたいな。やっぱそういうちょっとナチュラルめのやつも、やっぱなんだろう、いいんだっていうのは結構新発見でしたね。でもちろんクールとかね、ピンクのやつも気に入ってて、まあどれも違う魅力だからね。ちょっと選びがたいんですけど、皆さんもぜひどれが良かったとか、あれば。送っていただけたらと思いますね。引き続きグッズの感想なんかもねお持ちしております。では続いてこちらマートーさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいさんこんばんは。ゆいしょゆいしょ。先日の朗読歌劇アルマギアファーストライブ行きました。最初の朗読パートでは朗読内で歌唱が入るところでアルマギアの世界観にグッと引き込まれる感じがしてとても素敵でした。ゆいさんはトークパートとライブパートに出演されていましたが、トークパートではゆいさんとキャリさんの絡みも見られて、エモい気持ちでいっぱいになりました。ライブパートではクルシュのルッキンオーダーを披露されていましたね。盛り上がる系の曲だったのですごく楽しかったです。
最後の MC ではケリーさんとユイさんが間違えられる事件も起きて、最後まで本当に面白いイベントでした。このイベントを通してアルマギアの今後の展開ますます楽しみになりました。セカンドライブもぜひやってほしいなと願っております。セカンドライブではユイさんの朗読や大喜利も楽しみにしていますといただいております。ありがとうございます。はい、先日のこのアルマギアね、朗読歌劇というものがありまして、私の役クルシュは朗読歌劇のパートには今回出演しなかったんですけども、その後のトークパートだったりとかライブパートに出演させていただきまして、持ち曲というかキャラクターソングというかの、楽曲1曲をね披露しました。で、全曲もあったんですけども、で、そのソロの曲は結構私の曲はまあ他の方の曲に比べるとまあどっちかというとこうライブ映えというかこう盛り上がる、ほんと書いてくださった感じのあの曲だったので、結構他の方はかっこいいね楽曲が多いから、こう歌い上げるってことも多くて、まあ曲にもよるんですけど、なので私はちょっと精一杯盛り上げようっていうことで、あの煽りとかも頑張ってでもすごく楽しく歌うことができました。あとなんかあの自分のさライブの一週前だったから、こう若干こうなんだろう、あ、声出しのライブってこんな感じだったなって感覚もね、ちょっとまあキャラソンであるんですけども、ちょっとこう思い出すことができて、なんかこのタイミングでこうライブがねできてすごい良かったなって思ったりもしてですね。で、ライブも、あの、まあ、曲自体はね、実はもう数年前、5、6年前かな、に撮った曲だったりしたんですけど、今回、すごく盛り上がってて、なんか、ファーストライブと思えないほど、お客さんたちもね、あの、盛り上がりを見せていてですね、はい。ここまで、そう、結構長い道のりでしたけど、こんな大きな会場でね、すごいなーって思いました。こう、作品の力というのか、こう、なんていうんですか、皆さんのパワーというのか、わからないんですけど、だからそういった意味でも、ね、また、次の機会あればですね、いいなーというふうに思いつつ、ね、クルシュも、まだその、本編というか、漫画の方には登場してないので、どんな風にこの先ね、クルシュが登場してくるのかななんていうのも気になっているところなんですけどもね。はい、こちらも応援いただきましてありがとうございました。はい、というわけで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続きお待ちしております。もぐらゆいと一緒よいしょ。ゆいずトピックス、ここで小倉優の情報をまとめてお知らせします。ニューシングル秘密メロディーおかげさまで好評発売&配信中です。テレビアニメ私の理由はお仕事ですのオープニングテーマです。アニメは終了しましたが、これからも楽曲を楽しんでいただけると嬉しいです。そしていよいよ明日7月17日大宮ソニックシティにて小倉優メモリアルライブ2023テンスアニバーサリーアッセンブルが開催となります。10周年の締めくくりとしてファンの皆さんにいろんな角度から楽しんでいただける内容になっておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。当日販売するグッズのラインナップなど詳細はライブ特設サイトを確認してみてください。そして秘密メロディーカップリング曲キャラメルリボン、こちらのダンスエフェクトが TikTok に登場しています。実際に私が踊ってみた動画も TikTok で公開されていますが、もうご覧いただけたでしょうか。ぜひこの動画チェックしていただいて、ライブでは一緒に踊っていただけたら嬉しいので、皆さんもこの動画を使ってですね、ぜひ投稿もしてみてくださいね。またいよいよ昨日から始まりました。小倉優アーティストデビュー10周年記念商店、ゆいクローゼット。有楽町丸井の7階イベントスペースにて7月30日まで開催しております。7月23日からはライブで着用した衣装も追加展示となる予定です。グッズの販売などもしておりますので、皆さんぜひ足を運んでみてください。詳細は概要欄をご覧ください。ではここで一曲お届けしたいと思います。小倉優衣でキャラメルリボン。
小倉優衣と一緒、よいしょ。お送りしてきました小倉優衣と一緒よいしょ、エンディングの時間です。私からのお知らせは概要欄をチェックしてみてください。また声の出演情報、イベント出演情報はこちらです。そしてですね、次回の配信なんですけども、これがですね、ライブ直後の配信になるということなので、ぜひ皆さんの感想を教えていただけたらと思います。もうライブを見終わったらすぐね、帰り道でこう書くぐらいの勢いでですね、感想を送っていただけると、次回ね、感想スペシャルとかお送りできるかなと思いますので、ありがたいです。概要欄のね、投稿フォームからそちらもよろしくお願いします。皆さんの熱い感想をお待ちしております。そして毎回ファンクラブ会員限定パートの配信が翌日にありますので、そちらも本編と合わせてお楽しみください。また小倉優衣オフィシャルファンクラブより、ここで大切なお知らせです。小倉優衣オフィシャルファンクラブ、ユイズカンパニーの運営会社がこの度変更となり、それに伴い小倉優衣の総合サイトとして8月15日にファンクラブがリニューアルオープンすることが決定となりました。はい、誕生日にですね、リニューアル予定しているんですけれども、今すごく素敵なサイトデザインにね、こう仕上げていただいているとこですので、ぜひ誕生日の日のね、オープン、楽しみにお待ちいただけたらと思います。詳細は概要欄の方を確認してみてください。はい、今日はね、まあ、ライブ直前ということもあってふつおたスペシャルでお送りしましたが、はい、もういよいよね、もう今日なのか明日なのかってくらいの勢いで、もう明日かもうライブすぐ直前ですので、皆さんこれを聞いてですね、ぜひ応援の気持ちを高めていただいて、素敵なね、10周年のライブにしていきましょう。それではまた1週間頑張り豆大福でいきましょう。お相手は小倉優衣でした。せーの、よいしょ。